日本神奈川県横浜市緑区青戸町青戸町は神奈川県横浜市緑区の町名。住居表示未実施で次町名は設けられていない。郵便番号は226-0022 22。緑区の中北部、多摩丘陵の東園の谷本川と女川の合流部に位置する。北から西にかけて、北八策町、小山町、南は、女川を挟み中山町、東は、 谷本川を挟み、続き区、川和町及び道西江土町に接する。神奈川県道140号川崎町田線が、東西に通り、青戸交差点で南に伸びる神奈川県道109号、青戸城西川線、北に伸びる中山北山田線と交差する。中山駅から横浜市へ地下鉄、グリーンラインが町内を抜け、谷本川付近で地上に出るが、町内に駅はない。 最寄り駅は JR 横浜線、地下鉄、グリーンラインの中山駅、および地下鉄、グリーンライン、川和町駅となる。青戸バス停からは、青葉台駅、滋賀、尾駅、センター南駅、新横浜駅などへ、路線バスが運行されている。町の正式な呼び名は、青戸、であるが、地元では、大戸と呼ぶものも少なくなく、バス停留場の名称も、大戸と表記している。 新編武蔵風土機構以前に発行されたとされる武蔵市には音と読み仮名が振られている。字は三つあり、北部が山の下、南東部が柳町、南西部が温岳道となっている。町の南部は科学工場が立地し、北部の谷本川沿いには東急青戸団地や企業の寮などが立つ。面積は0.523平方キロメートル。 戦国時代から見られる地名で、新編武蔵風土紀行には、北条氏家臣の青戸左衛門藤綱が居住したことに由来する説があるが不詳である。地名研究では、青戸は川辺の地、湿地を意味するとしている。1500年代の小田原州所領役長にも見られるように、古くは青戸とも書いた。江戸時代に続き愚が青戸村となる。国高は町、 天保号調ともに179国余り。1889年4月1日、町村制の施行により、青戸村と、四景尾村、大場村、鴨志田村、鉄村、黒スタ村、上谷本村、下谷本村、寺家村、成合村、西八作村、北八作村、小山村、及び下麻生村の一部が合併して、中里村が発足し、青戸はその大技となる。 米や麦などの農業地帯であったが、明治20年代から副業として、養産業が行われるようになり、大正時代から東京、横浜の消費地向けに野菜の栽培が盛んになる。1939年4月1日、横浜市に編入。同日に発足した江北区の一部となる。1969年4月1日に、江北区から緑区が分布したことにより、 緑区青戸町となる。1980年に町域の一部を小山町に編入するとともに中山町の一部を編入した。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。